と言うまっすぐだ、まっすぐだ、近畿側ね、選手をしやがってよ、広がりたいのよ。おじいの方が入るんだよ。それとも引きちゃった方がよかったね。いいですかって、おめえらの言うことばっか聞いてやってんだからゲジゲジゲジが浮くんじゃねえよ。じゃあもう一回向こう行くよ。え、じゃあ何、じゃあ何、じゃあ何、若干かかるぐらいで何、意味が分かんねえんだけど、うん、うるさいんだったらどうぞ苦情を受け付けますんで目の前で言ってください。うるさいと思われる方ね、みんなうるさいと思うかもしれませんね。え、うるさい、通りすがりにね、逃げるような形でうるせえよとかって言うんだったら面と向かって言いに来いよ。大回りさんに守られて逃げるんだったら最初から言ってんじゃねえよ。金銭早く連れてこい。これここだけ開けれないですか。今すぐ今すぐ通しますので申し訳ないです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに奥でかいじゃないですか。そうですね。後ろにも下がらないし前にも進まない感じなので、今流す措置をします。はいはいはい。少しもう開けて通してくれよ早くよ。そこ塞いだんだろさっきを。ほらよ、お前らがトロトロしてるから今度一般車両が、あ、今一般車両入ったんだから早く通せよ、おい。どんどん行けなくなるだけじゃねえかよ。あんなアルタ前なんかでよ、集会の許可を売りねえんだからよ、どうせ入ったらもう許可なんだろ。局者だからって手出しできないのかよ。無許可なんだからよ、パクっちゃえばいいんだよ、警察はよ、あんなバカども。ほらほら。警察も手出せないみたいですよね、左には。ダサいな警察官。
ほら、ちゃんと塞いで一般車両もいいんだから行けないだろ、早くうちが出してくれよ。開けないんだよね。言ってよ、開けろって。開けないと思うんですよ。何で今の車止まっちゃってるの？内藤、早く行かせろよ。舞台が足りないんでしょ、今準備してます。足りなくてなんかいいだろ、別に。なんだからお前らこのままずっと避けていけばいいじゃねえかよ、バカだろ。お待ちください、お待ちください。待ってんじゃねえか、この野郎。すいません、すいません、申し訳ないです。バカだろ、お前。全部明かすぞ、お前。いろいろめくれる前に。めくれる前に。めくれる前に、ちょっと。でも本当、しかも終わんなくなっちゃうから、場面だけ立てて。そうだよ。分かんないですよ。分かってます。内藤。やばい、あんま出さないでください。内藤、お前。さらされるんだよ。あのこと言うぞ。YouTube YouTube 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 YouTube車だけ行かして俺らは歩いていくよね。だから降りないよ。ちょっと最初から降りてんだよ。ここ一回開けなきゃ終わんないですよ。どうぞ。そうあれ野田通りだよ。野田通り。ちょっと待って。ぜひか。野田通り。野田通り。よく来てますね。ちょっとお前、そっち行ってさ、ちょっとウリタさんとツーショットの写真撮ってくれよ。いいっす、そこで。そこで。いいっす。撮ってよ。YouTuber だけじゃなく一般人もバチ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 撮ってるしビデオも撮ってるしさ、そりゃそうだよ、ここに売りたさんいるんだもん。みんな撮るに決まってんじゃん。やばいやばい、マスク持ってこいよ。ちょっとコピリスの2人のビデオのところ事務所的にまずいんだよ顔。それが怖いから怖いからあれなんですよ。 OK、 ここ一戦今から練習行くんですよ。練習行く途中にうるさいから、うるさいっていうのを交渉しようと思って。なんだと思ったら、そうそうそうです。お疲れ様でした。おやす。国力反対